エチュードイ・ポートレーツ1889年、ポール・ブールジェは、フランスの批評家、著述家。ポール・ブールジェは、フランス北部のピカルディ地域圏、ソング圏アミアン軍アミアンで誕生する。父の仕事の関係で生後間もなく、クレルモンフェランに移って、主に同地で育った。父ジュスタンは、数学者であり、クレルモンフェランにある学校で教員として、数学を教えていた。5歳の時に、 母のアンヌがこの世を去った。ブールジェはパリにあるコレージュ・サント・バルブで学んだ後、モリエールやビクトル・ユゴーが通った名門校理性ルイ・コール・ルイ・コール・グランに入学する。同級生のドニー・コシャン、フェルディナン・ブリュンティエールやアンリ・ベクレルラと地域を結ぶ。在学中に哲学を学び、カトリックの信仰に疑問を抱いて1867年に帰郷して無神論者になった。 卒業後、高等研究実習院に通った。1871年にパリコミューンを目撃する。ブールジェは、ハインリヒハイネ、ジョージ・ゴードン・バイロン、オノレド、バルザック、ビクトル・ユーゴーに鋭く感化されて、詩人を志し、20歳頃から試作を始めて1872年に、諸女詩集、英雄ボードでラメールを発表した。この頃にブールジェは、テオドール・ド・バンビル、 ステファヌ・マラルメ、ポール・ベルレーヌといったあまネク高等派の文化人たちと会食して親睦を交わした。特にアンドレジルやフランソワ・コペーと信仰が深かった。ブールジェは高等派詩人としてラビーン・クワイエット、プティ・ポエーム、レパルナス・コンタンポラン、エーデル等の複数の詩集を発表したが、けれど当時の世に認められなかった。その後ブールジェは詩人を展示て批評家になったが、 それはやがて結実して世に頭角を表すことになる。ブールジェはイポリット・テーヌに影響を強く受けていたことから実証的思考を培われ人間を科学的に心理分析した。月刊誌、レビュー・でドゥー・マンドやルネッサンス・リッター・エールやアルティスティック誌などの記者を務めた。それから実証主義の筆頭者として総合しラ・レビュー・アンダ・パン・ダントなど 複数の雑誌に寄稿し、さらにグローブ誌で演劇評論家として活躍、ヌーベルレビュー誌の専属コラムニストとなる。この頃からブールジェは病理的な精神疾患の解明を追い求める。主にシャルル・ボードレール、エルネストルナン、スタンダール、ギュスターブ・フローベールなどを研究した。1883年頃から様々な雑誌に心理学的な視点を用いて批評。 分析した作家に関する記事を数多く寄稿する。やがて近代文学を批評した大作、エッセイでプシーコロジ・コンテンポランルを発表して大いに反響を呼んだ。当作にてスタンダールを再評価した。ブールジェは1884年に中編小説、エル・イヘパ・ハブルを発表。ついで1885年に実験心理を用いた長編、クレウェル・エニグム。 1886年に不倫を題材にした、ウンクライムダムール。1887年に、シェイクスピアの、ハムレットを下敷きにしたと考えられる、アンドレ・コーナラスなどの小説を発表した。作風は往々にして、内的独白を伴うものであり、とりわけ貴族や上流階級の病理的心理分析に定評があった。1887年に発表された、 心理小説、マンソンジはオクターブ・ミルボーの影響が濃い。ブールジェは画家ポール・シャバを痛く気に入って著作の差し絵を依頼した。ブールジェの詩は再評価されて作曲家、クロード・ドビュッシーによって曲が付けられた。特に、レクローシズ、ボーソワールといった楽曲が名高い。ブールジェは1890年にミニー・ダビッドと教会で挙式を挙げて婚約。 妻ミニーはイタリア語がほぐせたことから、ブールジェの親友であった、イタリアの作家、マキルデ・セラオの著作、パエーゼ・ディ・カカニャを出役した。時期を前後してブールジェは、イングランド、アイルランド、スコットランド、ドイツ、スイス、ギリシャ、スペインなど、ヨーロッパ諸国を漫遊した。それからモロッコ、パレスチナも訪れた。イギリスでは、ロンドンやオックスフォードに滞在して、ウォルター・ペーターや、 バーノンリーと交流した。アイルランドでは、ウィリアム・バトラー・イエッツと出会い渾身を深めた。それからブールジェは、アメリカ合衆国に立ちニューヨーク、フロリダ、シカゴ、セーラム、ボストン、マサチューセッツを訪れて1年近く、米国に滞在した。1893年に、ロードアイランド州、ニューポートで、イーリス・ウォートンと出会い、その後も交友が生涯にわたって続き、 ウォートンがフランスを訪問した時にも歓迎している。ウォートンは、ブールジェの著作を英訳して、米国に紹介した。ブールジェは米国から帰国後、2巻の批評書、ウッドレメールを刊行した。またブールジェは、イタリアのローマを訪れ、それ以降イタリア全土を回り、とりわけ、シエーナに見せられた。やがて著作、センセーションズ・ディ・イタリーを表した。 ベネツィアに一時滞在して、バルバログーで美術史家バーナード・ベレンソンや画家ジョン・シンガー・サージェントと交流した。またローマにも半年近く滞在した。現地のサロンで多くの貴族や文化人と信仰を結ぶ。さらに教皇レオ13世からも招待された。いつしかブールジェは19世紀後半の大敗的衰退をローマ帝国の衰退になぞらえ始める。 1889年に長編小説レディサイプルを発表して実証主義の悲劇を暴き立て近代科学的決定論や実証主義を痛烈に批判し倫理や道徳を唱えた様々な論争を巻き起こし結果的に好調な売れ行きを見せたこれによってかつて浸水したテーヌの実証主義と完全に決別した ブールジェは、エミール・ゾラや自然主義者と激しく対立。1892年に、旗揚げされた反自然主義の文芸誌、ラレビュー・ヒーブ・ド・ミデールに参加した。本誌の寄稿者の多くはかつてゾラに、眼下されて、後に失望していった者が中心であった。ブールジェは1894年5月31日に、マクシム・リュカンの公認として、アカデミー・フランセーズ・カイエン33に、 選出された。ブールジェは、ドレフィウス事件に際して、ハンドレフィウス派の急戦法として、右派組織フランス祖国同盟に加入した。それからまたハンドレフィウス派の批評家、シャルル・モーラスも参加した、王派右派組織アクションフランセーズに感銘を受けて、熱狂的な支持者になった。ブールジェはかつて若年期にカトリックを帰郷したことから、長きにわたって無神論者であったが、 1890年代の様々な書簡から徐々に心境の変化が垣間見え、1901年になってカトリックへと帰依して改心した。1902年のエルエタップや1904年のウンディボースといった小説では社会的責任を主張する思想小説を多く物する。この頃のブールジェはカトリック教会の道徳や伝統を重んじて、さらに国家主義、 応答主義の会帰を主張している。ブールジェは共産主義者を通列に批判し、後年にはベニトム・ストリーニが橋書きを寄せた1929年の著作レビサージュでエル・イタリーに寄与した。1914年3月に新聞記者でジャーナリストのガストン・カルメットがフィガロ紙の室内で銃撃されて暗殺される事件が起きる。その暗殺事件の際、ブールジェは偶然にも 友人カルメットと打ち合わせのため現場にいたため、目撃者となった。事件の原因について実行犯の夫人、アンリエットカイヨは夫である元首相、旧新党党首で、ゲン・ドゥメルグ政権の財務大臣、ジョゼフカイヨに対する批判キャンペーンに激怒して、犯行に及んだ。ブールジェは長年における業績を認められて1885年に、レジオンドヌール勲章のシュバリエ、 1895年に、オフィシエ、1923年に、コマンドゥール、1931年に、グラントフィシエ、1935年に、グランクロワをそれぞれ同勲章を昇級していく形で、授与された。ブールジェは、スウェーデンの作家で、スウェーデンアカデミーの会員カール・アルフレッド・メリンの、推挙で1915年、フランスの小説家で、 アカデミー・フランセーズの会員ルネバザンによる推挙で1907年、1909年、1914年、1928年に、それぞれノーベル賞の文学賞にノミネートされた。妻・ミニーは1932年10月に死去。ブールジェは1935年のクリスマスに、フランスのパリでこの世を去った。ブールジェの遺外は、モンパルナス墓地に埋葬された。 ありがとうございます。